中国の SNS に投稿された薬局でのマスクをめぐる怒りのやり取り。背景にあるのは新型コロナウイルスによる肺炎でマスクの値段が高騰していることです。27日午後5時時点で患者の数は2800人を超え、81人が死亡と感染は拡大の一途をたどっています。市民の生活への影響も大きく、マスクだけではなく米などの物資の買い占めも発生しています。人が押し寄せたスーパーと打って変わって、いつもより閑散としているのは上海の国際空港。中国では今日から団体旅行が禁止となりました。こちら上海の空港では利用する人が普段の春節よりも少なくなっています。感染拡大を防ぐための措置は団体旅行の禁止だけではありません。中国政府は今月30日までだった春節の大型連休を来月2日まで延長。さらに上海市は一部を除き、市内の企業を2月9日まで休業させる措置を決めました。北京など大都市では至る所で検温が行われていますが、国家衛生当局が開いた会見では、集まった報道陣ほぼ全員がマスク姿です。伝染病の管理について、死角や漏れをなくす。国家衛生当局は医療チーム960人を感染の中心地武漢に派遣すると発表。その武漢では来月4日の完成を目指して突貫工事で病院の建設も進んでいて、国営テレビでは大量のショベルカーが稼働している様子を報じています。そして今日、李克強首相が自ら武漢を視察するなど、中国は矢継ぎ早に対応策を講じ、初動の遅れを取り戻そうと躍起になっています。一方で支給された防護服をめぐってこんな場面も。まだ何もしていないのにもう破けてるよ。至る所で糸がほつれてしまってる。中国中央テレビが武漢の海鮮市場の野生動物が売られていた区域で大量に検出されたと報じた新型のコロナ。